2012年9月19日、日本航空は東京証券取引所に再上場を果たしました。我が国のナショナルフラッグキャリアが会社構成法の適用を申請するというショッキングなニュースからわずか2年半余り。道半ばとはいえ、これほど早い経営再建と株式再上場を一体誰が予想したでしょうか。あえて渦中の栗を拾う財界人が誰もいない中、航空業界には全くの素人だった稲盛和夫塾長が会長に就任したのが2010年2月1日。就任にあたって稲盛会長はこのようなメッセージを全社員に伝えました。稲盛会長が日本航空に持ち込んだのはフィロソフィー、経営哲学だったのです。会社再建がスタートした直後の2010年6月、香川で開かれた塾長例会で、稲盛塾長はなぜ日興再建に手を挙げたのか、その理由と経営者にとって最も大切なことを、大変体調が悪い中、このように述べられました。私、現在、政府の要請を受けて日本航空の会長に就任し、その再建で東奔西走の日々を送っております。老骨に鞭打ち、そのような仕事をお引き受けしましたのは、次の3つのことが理由であります。一つは、日本航空を二次破綻させては、あまりに日本経済に与える影響が大きい。日本経済再生のために、何としても日本航空の再建を果たさなければならないということでありました。二つ目は、日本航空の社員の皆さんの雇用を守らなければならないということであります。再建のために一部の希望退職の方々は募らざるを得ないとしても、できる限りの方々の雇用を確保し、その両面の幸せを図らなければならないということが2番目であります。3番目には、国民のことを考えれば、国際線に就航している会社が一社でいいかということであります。正当な競争が行われ、その競争原理が働く中でこそ、国民のためになるサービスが適正料金で行われるはずであります。そのためにも、日本航空の再建を果たし、国際線の就航を続けたいと考えた次第であります。私のフィロソフィーの根幹には、他を利する、他によかれかしと願う、確固たる思想があります。今後も気を表現はさまざまありましょうが、その避難島がありましょうが、その逆風の中にあっても、この人間として正しいことを行うというフィロソフィーの力を信じて努力を続けてまいりたく存じております。そうすれば必ずや素晴らしい結果があることを私は固く信じております。そうすれば必ず素晴らしい結果があることを私は固く信じております。清和塾生の皆さんも、右往左往せず、フィロソフィーをしっかりと学び、確かな足取りで経営の王道を歩み続けていただきますようお願い申し上げます。そうすれば、必ずや皆さんの企業が発展し続けるのみならず、そのことを通じて、この社会、この世界をより良きものにしていくことにも貢献できるに違いありません。